do with piecing together new thoughts in your mind.重機のエンジンかかんないってなんで？なんか36フィートが飛ばされたっていう話を聞いて。何もできません。いつまで経ってもというか、今それ解消してますよね。徐々に流れるのをもう少し待っていただけないでしょうか。はい、すいません。よろしくお願いします。あ、ミッキーに届きます。私の手だ。リスト届けましょうか。一緒に遊びだったのね。もう向こう側かれてるから、おかしいんだよね。あ、本当に？まあ、今全部見て、ここ上がれてくれれば。そうですね。富士山見えてくれれば、それでいいよ。こんなとこから骨組みが出てきた。じゃあ、畳むのを手伝ってあげて、So, just now. So the you came here just for this party? Yeah, just to bring these clothes, my paintings. Yeah. You don't do any of the painting here? I did do the black one we did at the party, last party here. We did it in front of the stage. Yeah. You saw it. Yeah, but I'm not here long enough really to get set up. You need a week at least, or I'd want to be here for a month. Get stuck into it. I'd love to actually. I'd love to come and work here. Or, you know, I could live in Japan, all right. It's a nice country.車も止まりました。僕らの動きも止まりました。でもパーティーは続きます。ね、でも。今回一番大変なとこは台風だね。今回の見せ所はどんなとこですか？今回はユリさんです。今回の見せ所はユリさん。
音の売りはやはりあのラインアレタイプのサウンドシステムで、あの期待していただいていいと思います。よろしくお願いします。なかなか先が長いんで頑張ってね。どう頑張っても足首まで固定はしてくれないって。これこれ立てるだろ。残りのペグで固定する。ペグだペグ。ためにきてね。楽しみにしてます。よろしく。イエーイ。頑張りましょう。いいバーディーにしましょう。ポジティブに。Checking it, checking it.みなさんようこそ Solstice Music Festival 3 days of fun and games 3日間のお祭り
準備はいいかい Solstice Music Festival。 The time has come for us to get it on and on and on and on。たまんないですね。
やっぱあれじゃないですかね、開放感があるってことですかね、僕は、はい、自然と、はい、なんかそんな、こう、なんかこう調和するじゃないですか、はい、音楽とこのあー、なんだろう、なんか独特の雰囲気ありますね、普段と違って、すごい普段と違う日本じゃないって感じしますねあー、ありますね、それやっぱなんか自然の中でやれるっていうのがすごい気持ちよくて、うん、なんか自然の中で音とっていう、なんかこの空間すごく心地よかったっていうのがありますね。やっぱ自然ですよ。私今回ソルス初めてなんですけど、こんないいとこだと思わなかった。ここまで自然に一番近いところに来ることってあまりそうそうないんで、やっぱそれを子供にも味わせたいのと自分も味わいたいっていうのがあります。はい、もう万物との一体化ですね。ガッ、はい、自然の一部って感じですね。やっぱでも生活の中に何か音楽があるとかみたいな感じでいいと思います。いやもうすごいの一言でしかないでしょあの大きさにはびっくりだよね。山とかすごい綺麗だし、富士山とかデコとかも大きくて初めて見たって感じ。野外レーブについてなんですけど、野外レーブの良さって何だと思いますか？野外レーブの良さ、何自然とかじゃない自然と、うん、自然の中でこんな風に踊れるっていうのが一番いいことでしょう。それが最高だよね。それだから来るみたいな。明治はもうここにあのメインが出来上がっているんですけど、そうですね、ちょっとあのキラキラと輝いたような、みんなに輝きを与えたいっていう、そんな感じです。こっちは何が来るか、はい、こっちにはあそこのステージには、はい、あのもうあれだけなんですけど、はい、あとはブラーマのバティックを、はい、あの左右につけるかな、はい、ここはあ、ここはこれからあのこういった大きいものがいっぱい積みされて、上にはフラッシュライトで光るオブジェクトとか、あと蛍光のストリングスで回転するオブジェが3つずつつくので、こちらも楽しいってなると思います。全部できるとか大きくなると思いますよ。ピカピカって感じです。じゃあちょっと派手ですね。いいです自然の中にデコレーションするときに、ね、はい、一番気をつけてることですか？あ、昼間でも綺麗に見えるように気をつけてます。あのタイ行った時にね、あの足つぼマッサージやったんだけど、その時にクリームつけてたのよ、つけてたのね。それを聞いたらね、何使ってるんですかって聞いたら、ニベアとタイガーバームなんだよね。それを水でこう混ぜてちょっとぬるぬるにさせといて、でこうやってこうやってこの感じでやっていくわけよ。こんにちはこれが今日のね、チャイとシッターコーヒーと、はい、サワーシリアルの、まあ、おかえさんの説明なんです。で今日夜玄米の丼出そう思ってますから、まあ、あの体にいいのと、で瞑想とかこういうダンスとかやったハイになった状態をね、あので眠くなってくると体がね、それをこれ食べることによって栄養とエネルギーの高いあの食事というか飲み物で下げてまた頑張ってもらうという、そういうあのお寺で出してた朝ごはんなんです。いつもはこう参加、自分があのお客さんで参加していて、なんかこういろんな会場に行くと、うちはオーガニックあのカフェなんですけど、そういうオーガニック食品とかレストランがすごいやっぱ少ないなっていう出店している、なんでね、もうちょっとそういうなんかこう安全な食事というかが増えるといいなっていうのもあって、それでだったら私も出たいなっていうので、そうめんあるよ。あるある、後で作ろうよ。めんつゆは冷やしてあるよでもそうめん茹でるし失敗しちゃってさ、でも上がるよね上がるね。旅出ちゃう時もあるよね。
意外と料理っていうのは喋りなしで食べてもらうっていうことが、不特定多数に食べてもらうっていうことがすごく気分的にね、肉体、体と体のコンタクトを取る、だって食を通じてコンタクトを取っていくと、そこで出会いっていうのをね、なんか向こうにとっても優しいし、僕にとってもやりやすいわけね。僕がとにかく今こうして喋って、すごく難しいわけ、どこでどの次元で喋ってるか分からないわけね。だからそれよりもこう食事を前にしてケンケンガクガクやる方が、ね、僕の哲学あるからね。で向こうの食の哲学と、でそこでこう絡めていって、で人間としての出会いっていうかね、不特定多数にこう出会っていけるっていう凄みが今ここへ来てね。よし登るんだ。おお見てる、こっち見てるし、ほら。あの目はどこですか？ここここ。あ、それが目なの？うん。見てるでしょ、私のこと、ほら。見てる見てる。見てるでしょ。こっちとこっち見てるね。両方見てるんだ。おお。で触って。すんごい伸びない？おーっと。すっごい伸びる。うわあ。渦巻き、あっちもどうに映ってるのかね。ねえ、渦巻き、舞台の裏側って感じ。あ、それ、誰もは、誰もは、優しくしますと、うん、それ、有益な経験です。貴重な経験。今はちょっと不安なのに、なんか大丈夫かな、大丈夫かなって。何が不安なの？なんか何もテントとかも何も持ってこなくて、うん、荷物これしかなくて、だからなんか怖い、精神的にちょっと怖いな。なんやろう、1年1回の第イベント。そうやな、関西ではこういうのがなかなかやれる場所がないんで、だから結構来れる時は来たいなと毎年話して、うん、計画立てて来るように、はい、結構楽しみにしてるイベントかな。お客さんも実はデコレーション、うん、そうそうそう、一人一人の、うん、だからブラックライトで光ってるなが子がいたり、サイリウム的なものを持ってたりとかすると、実はそれもライトの一部だったり、うん、デコレーションの一部だったりするから、動くデコ、そう、動くデコ、ね、1万人のデコレーション。まあ逆に言えば俺らからすると、やっぱりその1万人のデコがうごめいてたりするのを後ろ側から見てると、気持ち的にすごくグーってグーってくるものがステージはステージで、側から見ればいい顔してみんな踊ってるじゃないですか。そうですよ ね逆から見てる、うん、だってやっぱりDJ とかアーティストが言うのは、俺に当てなくてもいいからクラウドを見せてくれ、もっとクラウド見たい、だからそれを見ることによってまたアーティストがグッと上がるわけじゃないですか。なんですかね、もう自分を解放することですかね。いいこと言うね。もうなんていうんですかね、解放のみなんですよね。すごい気持ちいいんで。気持ちいい。気持ちいい、気持ちいいね。めちゃんっぽいな。多分来ないとわからないですね、レイブとかって多分。そんな感じだと思うんですけど。まあ精一杯楽しんで、いい思い出を作ることかなと。まあそん中からやっぱ自分のためになるような、やっぱ踊る時とかもいろいろ日常のこととかも考えるんで、結構まあ前向きに考えられるんですよね、楽しいから。やっぱそういう風に思えるっていうのはイベント側としてもいいんじゃないですか。なんかリフレッシュみたいな、日々の出来事から踊りながら考えて、考えスカッとして帰る。はい、そうですね、考えない時もありますけど、考える時も、うん、また日常も、そうそうですね、まあやっぱ思い出し
たらちょっと元気にもなるし、また来週あるわって思うとちょっと頑張ろうかなっていうのもある。なんかさ、自然なのに都会っぽいよね、うん、そう、なんとなく、うん、でこんな環境じゃないじゃん、いつもキャンプ場って。うん、なんかちょっと未来感じるね。そう本当に本当すごい楽しそうですね。うん、楽しいねまあ楽しくやろうって第一の意義なんですけど、こう大人の遊びとしてなんかゴミとかそういうのに気をつけてっていう、なんかそうしないとなんか何の意義もなくなる、やらない、いかない方がいいっていう感じになりますからね。
山って何どれぐらいの割合で見るんですか。半分ぐらいは見える。去年は見えた。富士山はね、夏場は比較的あのあれだね、霞むだよね。あ、私は富士山見に来た。うん、朝見ちゃった。じゃあソルティスになんか参加してる意義はありますか。ソルティス？なんか遊びに来ることによってこう。富士山見に来た。やっぱそれだ、うん。富士山上がるもんな、単純にでけえもん。うん、It's amazing. The sunrise was amazing. I was like, ah, Fuji Mountain. すごい。そうね、この晴れた澄み切った青空の中で富士山との出会いはとても重要に僕の宝物にしたいなと思っております。 I just, you know, saw the sunrise on Fuji Mountain and I want to say some things about Japan, you knowEverybody say the Japanese are square, you know, everybody with glasses and suit and everything. But do say that, need to go to that place and see how a real Japanese festival look like. And what is the Japan, you know, fucking amazing. お疲れ様です。今日は楽しい踊れました。でもゴミは持ち帰りましょう。お疲れ様、お疲れ様です。今日良かったですね。最高でした。もう思いつきましたね。結構いいやつだったんでありがとうございました。そうですね、なんかちょっと汚いからやろっかなとか。あ、頑張りましょう。いいね、こちらこそ。ああ、楽しかったよ。ごめん、面白くないことしか言えなくて。うん、そのままで面白かったです。
最高、楽しかった、金曜日の朝、うん、そうそうそう、踊ってましたね、メインフロアで普通すぎた？いや別に、なんか喋ってほしいんだっけ。お疲れ様です、楽しかったです、いいパーティーでしたね。あれ、そんなところ映っちゃうよ、ほら、ほら。素晴らしいです、幸せ、よかったよかった、ありがとうね、そうです。あ、はい、また来年も、うん、来たいです、とても楽しかったです。いや、後半良かったですね、天気持ち直し、ね、良かったですね。サイケデリックってやつですか、死んだと思ったんですね、何もかもどうでもいいっていうか、すごい全てを超越したところで幸せな気分になれました。ナチュラル無添加、うん、あげる、してみて、trillions and quadrillions of pulses of information have been flowing down from space.